こんにちは。明けましておめでとうございます。今日は寒いですということで、今日はお正月に買った福袋をドドンと一挙開けていこうと思います。この前の動画で島村の 8.5 千円入りの、コラボの福袋だけは紹介させていただいたんですが、それ以外に購入した福袋をまだ開けてないので、今から何種類か開けていきたいと思いますので、福袋動画楽しんでください。はい、ということで1点目はこちらの福袋をご紹介します。じゃーん、かわいい。これはお洋服なんですけど、パルグループのパルクローゼットで買った福袋です。お洋服でブランド名はカプリシュレマージュ、1万1000円の福袋です。これはリボンついてるんですけど、袋は綿のこういう巾着なので、これも置いといたら使えるかなと思います。まず1点目、小物からいこうか。1点目、こちら、じゃん、バングルです。あ、かわいいね、こういう、あ、かわいいバングルで、これはねゴールディのバングルが入ってました。ゴールディのアクセめっちゃ好きで、昨日もつけてた、ネックレスつけてたんですけど、使いやすいシンプルな日本製のねバングルで、まあ、こっちを上にしてもいいし、多分こうこんな感じで使っても、まあどの角度になってもいけるバングルかなと思います。冬はニットの上からつけてもいいし、夏はね、まあ、こんな感じでオールシーズン使えるバングル入ってました。これはねいい、使える感じだと思います。次も小物、お、私が好きな感じのやつです。あ、刻印もカプリシュレマージュって一応ついてます。じゃん、結構簡易的な感じで調節はできない感じのスマホケースなんですけど、最近スマホケースねめっちゃ使うんですよ。すぐ取り出せるから便利で、こんな感じで 6.1 インチでもう全然余裕がある感じです。もうちょっと大きくても入るんじゃないかな。長さ調節しなくてもちょうど腰骨のところに来るのでちょうどいいかなという感じです。そして裏はカードケースが一つと、もう一個中に何か入れれるレシートとかわかんないけど入れれるケースがあって、結構こう伸縮性っていうかね、なんか割と弾力があるのでカツカツっていう感じじゃないかな。私黒のこのなんだっけスマホケース持ってなかったのでこれは使います。これも、あ、ごめん、これも使います。じゃーん、これも私冒険なんですけど、ニットのなんだベストかな、こんな感じのニットのベストです。素材はアクリル 100% です。あ、もうで、ちょっとあのハイネックになってベストで、ここはベローンと開くんだけど、ここはあのリボンで結んだりもできる感じのベスト。しかもこのボタンも全部開け閉めできるから、こんな感じであったかそうです。生地はそんなにめちゃくちゃ良くもないし、そんなに悪くもないかなっていう感じで、まあまあですね。私こういうのに挑戦したことがなかったので、一度こういうのを試してみたいなと思って、はい、次がこちらです。さっきのベストと同じ生地のショートパンツ。あ、結構でもこのウエストのゴムが太め、太いっていうかごわつくな。あのこれ1枚で履くってわけじゃなくって、スカートの下とかワンピの下とか寒いのでそれ用にいいかなと思って。でもあのここが結構ゴムが太いから、なんか2枚こういうのの下とかに履く場合はごわつくから、まあ、ワンピの下に履くのが一番いいのかなっていう印象だけど、あのちょっと見えてもいいパンツっていう形で見せパン、これがついてたんですよ。ちょっとね、寒がりの私はちょっと飛びついてしまいました。5点入りなので次が最後です。結構横広めかな、シャツワンピです。結構デカめ。あ、これ素材が綿100なんだ。
素材が綿 100% です。ちょっとお洗濯っていうかシワが大変かもしれない。だけど結構シーズン問わず使いやすいのも綿100なので、ワンピースだからワンピとしても着れるし、ここが全部開くからシャツ、羽織のシャツとしても着れるっていうことだったんですけど、あ、ワンピにする場合はパンツとか合わせようと思ってます。こんな感じかな。ということで着てみました。あのモデルさんはこの生足のロングブーツでこれをワンピにして着てたんですけど、ちょっと若くないとそれはできないので、こんな感じで着てみました。シャツにこれ羽織るだけで結構あったかいです。でロングスカートにちょっとニットのショーパンを中に入ってるだけでも結構あったかいです。はい、こんな感じでかわいい。かわいいです。次はドンキで買った数種類の福袋をパパッとご紹介していきたいと思います。ルルルンプレシャスのスペシャルバッグです。確か2800円だったと思います。中はこんな感じ。ルルルンプレシャスの赤って割とあれですよね、割としっとりタイプだと思います。まずはこちらのルルルンプレシャスフェイスマスク RS3 32枚入り、1ヶ月以上持つので、はい、これだけで結構高いのかなと思います。あとはこれ、うわ、おこの10枚入りのやつが3つ入ってます。これはエイジングケアのハリツヤ、これはエイジングケアの肌メンテナンス10枚、濃密保湿これと一緒かな、これが 10枚ずつ入ってました。これでもう全部で60枚以上です。なんだろう、植物の写真がある。はい、全部オーガニックで、これが柚子、高知県産の柚子、これがカモミール、ハンガリー産のカモミール、オーガニックカモミールオイル、オーストラリア産ティーツリー由来オイル、これはラベンダーでフランス産オーガニックラベンダーオイル入り、これはローズでブルガリア産オーガニックダマスクローズオイル配合ということで、環境にも肌にも多分優しいマスクが5枚、これだけで2800円だったらまあ安いですよね。最近毎日できるときは朝晩してるので、このマスクなのでたくさんあっても逆に嬉しいです、困らない。はい、ワンちゃん用福袋もドンキで買いました。税込み1000円です。でおもちゃが1個入ってたんですけど実家に忘れてきちゃって1つ足りないんだけど、はい、結構いっぱい入ってお得な福袋です。まず消臭剤、ペットので、ブランケット、シンプルで柄とかないから使いやすいです。なんぼあってもいいですからね。牛タン皮、犬のチュールみたいなやつ、ミニパックの軟骨ジャーキーで、角切りチーズ、あとおもちゃ一つ入って1000円だったらめちゃくちゃ安いですよね。これ1個これとこれぐらいで1000円ぐらいしそうなので、なんかドンキホーテってめちゃくちゃお得やなと思って
次がこちら、ここは福袋っていうか、まあ広告の品なんですけど、元旦から9日のチラシ、3台限り、お一人様1点限り、象印の圧力 IH 炊飯ジャー、21,800円、税込み 23,980円で買いました。象印の極め炊き圧力 IH 炊飯ジャーです。はい、もうなんかずっと圧力の炊飯ジャーが欲しかったんだけど、そんなめちゃくちゃ高いやつはどうかなと思ってて、もう1年ぐらい欲しいって言ってて、こんな感じです。まあ、なんかあんまりスタイリッシュって感じではないですけど、美味しく炊ければいいかなと思って、もうテリアとか結構無視で買っちゃいました。今まであの普通の IH 炊飯ジャーだったので、やっぱちょっと重いですね、圧力がもだと。ということで、福袋を4種類ご紹介してきました。少しでも参考になったと思っていただいた方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。